もうこんだけの機能ついてセール中みたいですけど17,900円で、 100V の溶接機で気になることってブレーカーの容量気になると思うんですけど、はい、それでは開封していきたいと思います。結構がっちり梱包されてますね。保証カード説明書ですかね。備品類が入ってます。トーチケーブルですね。ホルダーとアースですね。これが溶接機、ワイヤーブラシも入ってます。で、溶接ワイヤーですね。はい、それではですね、半自動から先にやっていきたいと思うので、こちらのワイヤーを本体に取り付けていきたいと思います。それではやってみましょう。まずはガイドローラーのロックを外します。次にワイヤースプールをはめていきます。超ネジを外すとバネがついているので部品紛失に注意です。最初にワイヤーをはめる前にワイヤーを外してしまうとワイヤーがばらけてやりにくいので、ワイヤースプールをはめてから先端を外してください。締めすぎ厳禁ですね。ワイヤーは離してしまわないようにしっかり押さえてください。ワイヤーの曲がりはまっすぐに直してから入れると穴に通しやすくなり、トーチケーブルの中も傷めないで送ることができます。あとはロックして終わりです。それでですね、こちらのローラーは長く使用すると摩耗して消耗してしまいます。ワイヤーが出てこなくなってきたらつまんでいる部品を時計回りに摩耗に合わせて締め込んでください。次にトーチケーブルを装着していきます。はめ方なんですが、出っ張ってる部分をここですね、この面を上に向けてはめて時計回りに締めます。こちらも同じくボッチを上に向けてはめて締めます。こちらは溝を上に向けてはめ込んでから締めていきます。電源は本体後ろについています。それではですね、工場の方で溶接していきたいと思います。こちらのスイッチですね、押すとワイヤーが送球されるので、必ずやるときはトーチをですね、こうまっすぐ伸ばしてですね送り出します。で、大体トーチケーブルの長さは、まあ、これノズルっていう部品なんですけど、ここの先まで2メートルぐらいはありました。半自動溶接の場合はこのミグってなってる場所にランプがついてる状態で行います。で、溶接モードってあるんですけど、これを切り替えるとこの MMA が皮膚アーク溶接で、これがティグ溶接となっております。で、なんといってもですね、デジタル表示されるので、あの視認性が向上してですね、直感的な電流電圧の調節ができるようになっております。こちらの溶接機は、まあ、この段階がなくてですね、見てわかると思うんですけど、細かく電流電圧を調節することができます。で、初心者の方は電圧に対してどのくらいの電流電圧で溶接したらこう分かんないと思うんですけど、とこちらの溶接機の便利なところはラベルが貼ってあってですね、大体の目安が書いてあるんです。板圧が 2.3 だったら、今入っているのは 0.8 ミリのワイヤーなので、まあ、電流は 83 アンペア、電圧は 15.4 ボルトっていう風に結構簡単に合わせて調節することができます。で、なんといってもですね、この機械インバーター搭載してるんですよ。で、このインバーターって何かっていうと、簡単に言ったらですね、溶接機の重さが結構もう軽いんですよ。で、軽くて電気制御が優秀なので、低電流域とか高電流域にした時でも結構安定するんですよね。それで電気が安定するってことはですね、溶接ビードが綺麗についたり、まあ、溶接後に飛ぶスパッタなんかもですね、少なくなるっていう特徴があります。で、その他にもですね、このインダクタンス調整ダイヤルっていうのが、まあ、これついてるんですけど、まあ、ソフトとハード、これ何かって言ったら、アークの特性をお好みで変更することができますと説明書に書いてあります。初心者の方はですね、ソフト側にするとおすすめしますと説明書には書いてあるんですけど、多分このソフト側に調節することをおすすめしますっていうのは、溶け込みが浅い傾向と書いてあるので、溶接してる時にちょっと抜けにくいんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、これも
実際カメラを車高を通して映してみてどんな感じでアークがなるのかっていうのをソフトとハードでも試していきたいと思います。こんだけの機能ついてセール中みたいですけど17,900円、正直めちゃくちゃ安いと思います。一昔だったら考えられなかったですよね。いい時代に生まれてきたんじゃないかなって思いました。で、説明書もですねこういう感じで写真付きで説明されてるので、初心者の方でも、この通りやったら、簡単に、取り付けとか、調整の仕方とか分かりやすく書いてあるので迷わず使うことはできると思います。で、100V の溶接機で気になることってブレーカーの容量、買ったはいいけどブレーカー落ちてまともに溶接機使えなかったっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思ってちょっといろいろ調べたんですけど、大体一般家庭ですと、僕の家は画像の通りにブレーカーの容量自体は50アンペアあるんですけど、コンセント20アンペアなんですよ。この裏を見たらですね分かると思うんですけど、この定格入力 4.0kVA って書いてあるじゃないですか。 4000VA イコール40アンペア必要なんですよ。なのでブレーカー自体20アンペアだったらマックス使っちゃうとやっぱりブレーカー落ちてしまうんですよね。この機械は説明書にも載ってるんですけど、80アンペア以上で使用される場合は、プラグの根元から電源コードを切断していただき、100ボルト40アンペアのブレーカーにアースを除く2本を直接接続してくださいと書いてあります。ってことはですね、80アンペア未満で使用すると、メーカーの人も直接聞いて言っていたんですけども、80アンペア未満だったら家庭用の20アンペアでも、ブレーカー落ちないで使用できますよという回答がありました。で、80アンペアなんですけど、大体 2.3 ミリぐらいは溶接できるので DIY で使う人多いと思うんですよ。それだったら全然問題なく使用できると思います。で、実際にですねこのままじゃまだ溶接できないのでアースコードをですね、これが必ず必要になってくるので、これをここにですね取り付けて締めていただいて作業台に取り付けて溶接していきたいと思います。アースグリップって車庫マン式の方ががっちり、止まるんですけど、これ結構力強いんですよ。指とか挟むとですね後つくぐらいがっちり挟まるんで全然問題ないと思います。アースグリップはこのように挟まないで作業台に乗せた状態でも溶接できますが、挟まないと線が熱を持ち焼き付いてしまうので注意です。材料は4種類用意しました。すべて SS400 材。まずはこの 1.6 ミリから。1.6 ミリだったら72アンペアの 14.7V。インダクタンス調整ダイヤルはとりあえず真上でやっていきたいと思います。まず溶接するときですね、このワイヤー突き出し長さ、必ずこのノズルからワイヤー出てますよね。これを低電流なので10ミリぐらいにしてください。説明書には15ミリ以内とも書いてあるんですけど、10ミリぐらいにした方がこう電気が安定します。突き出しが長いとですね電気が不安定になってこういい音で溶接することがちょっと難しくなってしまうの で、このトーチ角度もですね自分の目線でやるとこんな感じなんですけど、こう見た時にこのワイヤー見えるじゃないですか、必ずワイヤーの先見える状態で溶接しないと結構どこ狙ってるか分かんなくなっちゃうんですよ。おすすめなのは、この前進っていうかこの、45度ぐらい倒した状態で、こう前に進んでいくと結構狙ってる先も見やすくてですねやりやすいんです。突き出し長さの10ミリになってる感覚っていうのが結構難しいと思うんですけど、この角度だったら5ミリぐらいに見えると思うんですけど、この角度のままワイヤーが出てる長さをキープしながら溶かしたいところを見ながら溶接するような感じですね。で、溶接するときに必ず肘をですねこの太ももにつけてですね、両方つけた状態でなるべくですねこのかぶり面とかを使用した方が結構安定すると思います。トーチを両手にこうやってですね、持った状態でやっていくっていうやり方もあります。それでは一回溶接してみます。実際こんな感じでなりました。ドンガスのワイヤーちょっと初めて使ったんですけど、やってる感じ溶接棒のゼロ度あるじゃないですか、あれとフラックス入りワイヤーをちょっと混ぜたような感覚で溶接できますね。実際に車高を通した状態でどうなるか気になると思うんで、ちょっと 4K カメラで撮ってみたいと思います。
これ天力って抜きやすいんですけど、あのこの72アンペアですかぐらいでや、まあ、ここまで、まあ、引っ張っても全然抜けないです。でもビード見たらですね、こうペタッとなってがっつり溶け込んでます。強度は出るんじゃないでしょうか。え、次にこの 2.3 ミリペンキ薄くついてるんですけど、このままやってみます。 2.3 ミリの場合は、83アンペアの 15.4 ボルト。これどうですか、これペンキのままやったんですけどめちゃめちゃ綺麗につきました。ジーノさん推奨しているこの電流ですね、あの板厚に対してのこの全部乗ってるじゃないですか、これやっぱ初心者の方やっても、まあ、抜けにくいと思います。実際にちょっとカメラ通してやってみたいと思います。ここ今やってみたんですけど、めちゃめちゃやりやすいです。これすごくないですか、これ。ちょっと 100V 溶接機こんなにできるって思わなかったです。こういう風に組んだ状態のやつも溶接してみたいと思います。本当にすごいです。どうでしょうか、 100V とは思えません。むしろ200よりこっちの方が薄むのやりやすいです。まあ、この電気だとまあ大体家庭用の 20A でもできる電流なので、これはいいんじゃないでしょうか。実際これ 84A でやったんですけど、まあ 80A 以下でやっても多分同じぐらいでできると思います。ちょっとこの感じだとですね、 3mm やらなくてもそのこのままの電気で 3mm いけそうなので、ちょっとグレード上げてちょうどですね 4.5 の板があるんで、 4.5 の板にちょっとこのパイプを溶接してみたいと思います。これでやってみたいと思います。80アンペアでもこれ 4mm と 4.5 溶接できますね。ガスで炙ろうかなと思ったんですけど必要なかったです。実際にこの MAX の 120アンペアの 17.9V で続きを溶接してみたいと思います。どんな感じになるのか、どうでしょうか。やっぱりあの上げた方がですね、あの結構電気安定します。見た目はさほど変わんないですね。で次にこの 80A でこれやった時にインダクタンス調整のソフトとハードどういう風になるのかちょっとやってみましょうか。ビードを並べてみたんですけど、若干ちょっと映像じゃ分かりにくいんですけど、こっちの方がちょっとビードが凸になってますね。こっちがペターっとなってる感じです。お好みで調整していいような感じだと思いました。試しにあの過信溶接、上から下に流す溶接もやってみたんですけど、結構問題なく綺麗につけられました。でこっち縦向きですね、ちょっと多層で一発持ってから上上がってみたんですけど、結構それなりにつきます。次はですね、被覆アークの方ですね、ちょっとやってみたいと思います。被覆アーク溶接 MMA の場合は取り付け方載ってるんですけど、逆極性と正極性っていうのがあるので、逆極性の場合はこれをアースですね、このアースを上側に取り付けます。このホルダーですね、このホルダーをこの下側に取り付けます。ホルダーなんですけど、これ結構挟む力が200ボルトのホルダーより結構強いんじゃないかな、結構すごい力で挟まります。溶接棒が挟みやすいようにちょっと加工されてますね。でまずは 1.6 ミリの棒から 1.6 ミリの角パイプを溶接してみたいと思います。溶接棒を使った時の電流なんですけど、 1.6 ミリの時は板厚1ミリまでってなってますね。30から50アンペア。1.6 ミリの溶接棒をちょっと使ったことがなかったので、感覚つかむまでにこの辺から
掴んできたんですけど、振りながらやるとやりやすいなって感じしたんですけど、 1.6 ミリの溶接棒を使うときは、まあ、本当 1.6 ミリまで、 0.8 から 1.6 ミリぐらいまでのものを溶接するぐらいのちょっとしたものに使用するなら、まあ、問題ないかなと思います。で次に、2.6 ミリの溶接棒を使ってみたいと思います。で 2.6 ミリの溶接棒は90から110アンペア、板厚は3ミリから4ミリ、まあ、100アンペアぐらいでやってみようかな。ちょっと切りながらやってみたんですけど、連続的にやるんだったらアーク長短くしてやらないと連続ビードできない感じですね。からってちょっと後半の方でちょっと安定してきたと思うんですけど、まあ、こんな感じです。結構薄物でもああいう感じでやったら抜けないです。今あの逆曲線でやってみてるんですけど、この正曲線に付け替えてちょっと 3.2 ミリでマックス120アンペアでちょっとやってみたいと思います。こちらのちょっと軽量の溶接はまあそれなりには、まあ、見た目はあんまり綺麗じゃないですけど、まあ、なんとかつけれました。この溶接機で、まあ、あの皮膚アークの溶接するコツなんですけど、やっぱりこの角度をこれぐらい倒してですね、アーク長この母材とこの棒の離れ具合を1ミリかそれぐらい結構くっつけてやるような感じでやんないと、アークが途中で途切れてしまいますね。ちょっとくっつけながらですね、この棒角度をこう倒してこういう感じですね、こういう感じでやってあげると結構アークが安定するかなっていう感じはしました。でこのティグを使う場合ですね、まあ、溶接モードをティグに切り替えて使用するんですけど、まあ、別に、まあ、ティグのトーチ、イーノーさんのトーチケーブル、まあ、5、6千ぐらいで買えると思うんですけど、それを用意してもらってネットでですね、あのアルゴンガスボンベを購入しないといけないんです、まあ、それがおそらく5万円ぐらいするのかな。それプラスアルファ充填してもらって、圧力調整器も1万円か1万5千円ぐらいで載ってたんで、それを取り付けてもらって用意しないといけないんで、器具を使うとなるとお金はかかっちゃうのかなっていう感じはします。